を使った美味しいお菓子を本日はご紹介していきます。先日ですね、作ったガトーショコラが大変好評だったということで、今回もまた違うプロテインのフレーバーを使って簡単にできるお菓子を作っていこうと思います。もう今日はね、あらかじめ必要な材料も出してあるんですが、ざーっと紹介すると、ギリシャヨーグルトみたいなヨーグルト、オートミール、砕いたナッツと下にドライフルーツが入ってます。で、今日は2種類のプロテインを使っていくんですが、こちらがソイプロテイン、こちらがホエイプロテイン、味は後ほどご紹介します。早速作っていきますが、工程は1つ全部混ぜて固めるのみです。非常に簡単なので早速作っていこうと思います。今日使っていくプロテインが、このおなじみバルクスさんから出た新フレーバーなんですけど、こちらがソイプロテインの生キャラメル風味になってます。でね、お皿に出した時に香りがめちゃくちゃ良かったんです。早速前半はキャラメルの方で作っていって、後半はこちらホエイプロテインの、なんとね、春っぽいのピーチ風味、これもまたすごくね、可愛い香りがします。これもこれでどうなるか楽しみなんですけど、この2種類で今日は作っていこうと思います。あとは簡単、混ぜるだけ。分量の概要はね、概要欄に参考にしたレシピを載せておきますので、そちらをぜひ見てください。ただなんかこうオーブンで焼くようなお菓子じゃないんで、ざっくりで大丈夫かなと思います。今ヨーグルト入れました。で、オートミール、そしてフードプロセッサーで砕いたアーモンド、ナッツ系と、下にレーズンとかのドライフルーツが入ってます。この辺はなんかお好みでいいかなと思います。なんか参考にしたレシピでは、食感がすごい好きだから私はもう砕きませんみたいに書いてあったりもしたので、ここはもう皆さんにお任せします。そして最後、ソイプロテイン、生キャラメル風。さあ、全部混ぜ混ぜしていきます。ヨーグルト足りないかも。なんかいい感じになってきた気がする。固まりそうじゃないですか。これお家にいる時とかは手とかでやってもいいかも。いい感じ。はい、じゃあこれを2つのスプーンを使ってつくねみたいな感じでちょっと固めていきます。いい香りする。器用だよ私、こういうの。どうですか？美味しければ何でもいいでしょう。無理、これ手でやりたい。皆さんは手で作ること推奨します。ちょっとスプーン難易度高い。だんだんね、ボールがちっちゃくなっていく。はい、こんな感じで後ほど全部丸めるんですが、とりあえず丸まりました。で、最後お好みでココアパウダーをまぶせば完成になります。では続きまして、こちらのピーチ風味で作っていこうと思います。さっきはね、砕いたナッツ、ドライフルーツ入れたんですけど、シンプルにヨーグルト、オートミール、プロテインのみでちょっと挑戦してみようかなと思います。ホエイとソイでおすすめのプロテインの量が微妙に違うので、一応見つけたレシピだと 60g になってます。皆さんそれぞれお好みでね、混ぜた感じとか見ながら調整してもらうのもいいかもしれないです。あ、でもすごい、ピーチのいい匂いがする。美味しそう。さっきよりも入ってるものが少ないので、ちょっと滑らかな感じはしますね。冷やしたら美味しいかも。なんかめっちゃ良さげ。多分もうちょっと固まってる感じがいいなっていう人は、オートミールをもう少し足した方がいいのかも。すごい、さっきと比べてもらうと分かるけど質感が全然違う。ああ、こっちはつくね方式やりやすいです。後で全て丸めますが、とりあえず一旦、はい、こちらが生キャラメル風味、こちらがピーチ風味できたので、ココアパウダーはどうしましょうね。生キャラメル風味だけまぶしてみましょうかね。では無事にできましたので、生キャラメル風味、ピーチ風味、どちらも実食していきたいと思います。これね、多分私の感覚ですけど、1日くらい冷やした方がより美味しい気はする。うん、
うん、うん、うん、うまっ、おいしい。あれですね、ヨーグルトが入ってるから、なんて言えばいいの、ちょっとティラミスっぽい雰囲気になってるかも。おいしい。これドライフルーツナッツ入れたの正解です。めっちゃ満足感ある、これ好き。はい、じゃあ今度はこれこそ多分ちょっとレアチーズケーキっぽい感じになってるんじゃないかな。皆さん冷やして食べてみてくださいね。いただきます。本当に美味しい。あ、これいいわ。うん、簡単なのにピーチなのがまたいい。バルクス総選挙でやってて、人気フレーバーがファンの方々によって投票されてたんですけど、で今回の新発売の生キャラメル風味ピーチ風味も味が美味しい。せっかくなので、実際にお水で割った状態も飲んで比べてみようと思います。こちらね、生キャラメル風味から。うん、うん、撮影前にスタッフさんと生キャラメル風味に生をつける意味はあるのかっていう話を実はしてたんですけど、生キャラメルですわこれ。すごい、普通のキャラメルよりもまろやか。うん、うん、え、すごい。フレーバーの追求すごいですね。これ普通にお水で割っても美味しいです。だから結構甘党の人におすすめかも。トレーニング後に爽やかにっていう感じよりかは、普段のご褒美にとか甘党の人におすすめ。ピーチ風味もいただきます。お、お、思ったより甘ったるくない。さっぱりでも甘いピーチの香りがします。これめっちゃいい、美味しい。これは私運動後にも飲めるくらいの甘さの感じですね。こちらが新発売の2フレーバーになっております。甘党さんだったり、ちょっと爽やかな甘みを求めてる方おすすめです。こちらの2フレーバーが含まれているプロテインをお得に買えるキャンペーンが実は始まるんですが、それが4月の21日から25日までにかけて、バレックス春の筋トレ総力祭というものが開催されるそうです。こちらも含めね、普段愛用されているバルクスのプロテインなんかもお得に買えるキャンペーンになっておりますので、ぜひぜひバルクスの公式 LINE を登録していただけると、こちらのセールの詳細がわかるそうなので、ぜひ公式 LINE を登録してみてください。そして今公式 LINE 登録していただくと、バルクスを監修してくださっている山本義則先生の可愛いね LINE スタンプも無料でもらえるそうなので、そちらもぜひぜひ筋肉マンの皆さんチェックしてみていただけたらと思います。ちなみにですね、こちらのピーチ風味は数量限定のご用意となっているそうなので、バルクスさんね、普段本当に数量限定なくなるの早いですから、気になるよっていう方はお早めにチェックしてみてください。というわけで今回はプロテインを使った美味しいお菓子作りをさせていただきました。これね、私もリピート確実っていう感じなので、ぜひぜひ皆さん個人個人でね、また美味しい分量っていうのを探してみていただけたら嬉しいなと思います。これ入れたら美味しかったよとか、ちょっとこれ増やしたら減らしたらめっちゃいい感じになったよっていうのが、もし作ってみてあったら、ぜひコメント欄で教えてください。今日の動画真似してみますって言ってくださる方は、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。また次回からは運動動画になりますので、そちらも一緒に楽しんでいきましょう。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。